その監督の、えー、作品に出てこられたキャラクターがこうぐっと一堂に会するという、まあ、大変贅沢な構造になっているんですけれどもこれってかなり意図的に監督やられたと思うんですがどうしてこういうあの構造にされたのかちょっととお伺いいいしたいなと思います実際に起きた事件の中に例えば自分の今までのキャラクターが、えー、入ってってどういう風に、えー、現実 起きた本当に起きた事件をどうやって動かしていくかあるいは、カードは貸していくかとそういうこともちょっと興味があったので、うん、そこから何かまた新しいなんか火花が飛び散るというのを期待してそういう台本を作っていったという感じですか、ねね、でもご自身が持っていらっしゃるこのカードを惜しげもなくバーっと切っていったとっいうようなイメージもあるんですが。だかからいくつかの たくさんのストーリーがこう重層的に同時進行で動いていくっていうのがやっぱりこの映画だと思いますなるほどなるほどいくつもの物語が同時に、ね、青春映画でもあり、うん、実録映画でもあり、うん、恋愛映画でもあると確かに、はい、そ本当カテゴライズ不能ですよね、はい、うん。 そしてあのメインキャストのお三方なんですけども椎名さんは新宿ツアー2であのその監督最初の作品でやられて、はい、あの先ほど満島さんがあのかつて助監督をやられてあた「ちゃんと伝える」ですよね沖縄から出られてで,でも他もスタッフもね結構やられてたとそうですね、うん、だから実は他の作品で「うち虎」で出てたりとかするときの,のカメラマンの谷川さんという方が今回の。 あのカメラマンで久しぶりにその3頭タッグ組んで、はい、僕はまた谷川さんにまさか撮ってもらう日が来るとは思ってなかったのでまあまだ今でも女監督扱いでした <laughs> でそしてもうでんでんさんおなじみあのちゃんと伝える冷たいネット熱帯魚からの,あの常連その組常連俳優ですけども、うん、いかがでした <laughs> えあの熱帯魚の時はあの、まあ、殺人鬼の役なんですけど、はい、えー 今回はその逆真逆でえ怖い殺人鬼を怖く見せるにはあの怖がってる人が本当に怖がらなきゃいけないんだけどえーこっちは殴られる前の恐怖心は分かるんですよ殴られてたことがあるからでもねこれから死んでいくという気持ちがねえなかったもんだからそういうのを今まで体験したことないからその辺がちょっと。 やってて楽し,で難しくて、はい、そう、あのでんてんさんがその熱帯魚、村田1号で、そしてあの村田2号、椎名さん、いやもうね、すご素晴らしかったですね、すごかったです、あのいかがですか、今回の主演あの、ずっと出ずっぱり、ほぼ出ずっぱりに近いですが。はい、いやもう、そうですね、その監督とあの新宿スワンで、まあ、お会いして。 でまあ以前からその以前からずっとその組に入りたいなって思ってましたのでその今回はそのさんの脚本であり監督でありますから「本当のそのワールド」というそういう作品にまあ入ることができてまあ本当にもう憧れでしたから嬉しかったですね。まあその分大変なのかなやっぱ大変だろうなとかいろいろ考えながら入ったんですけどもだから。 その3に、まあ、あのお声がけいただいてそのそのやる作品がどういう作品なのかっていうのは、まあ、ちょっと今回は二の次でまずもあの、その監督で入ったっていうそういう思いだったので、まあ何でもやろうと思って入ったんですけどまあそれ以上にやらされましたね。まあそのえ,え,えっていう クエスチョンマークが結構あったんですけどまあだけど役作りっていうのを何かまあ考えたりあのしてもこれは無理だなと思ってまあ非常に明るいポップなって言いますかえ底抜けに明るいようなキャラクターがいたりですねえまあ終盤非常にその殺人鬼になるわけなんですけどそういう冷たいキャラクターが いたり、何かそのキャラクターの中に混在している、えー、ものがあのたくさんあってそのシーンそのシーンであの監督の、まあえー、おっしゃるような方向性にどう思っていくかなっていうことが、まあ、毎日毎日そんなこと考えてましたね。はい 今椎名さんがおっしゃられたようにその村田村田ーっていう役名なんですけども本当正体不明な男で、まあ、笑えたりコミカルな部分もあったりするんですが、まあ、実際、恐ろしい男でもあるこの村田ジっていうキャラクターはどのようにして生まれたのかなとちょっと興味があるんですけども、えー、元,元尾さん、いかがですかこの主人公村田女王今回の,そうです、ね、あのまあ村田ジということであったり今回の、まあ、作品作りになってそのさんが、まあ、実際の事件の犯人というのは まあなかなかこう物語になりづらいってことは常におっしゃっていて脚本執筆始められて特になんですけどまあそうした時にこう村田はそて言んですかね動機が弱いっていいますかね。 犯、えー、し方というかその目的意識みたいな例えば冷たい熱帯魚であればお金が欲しいという明確な動機があるんですけど村田はそこがもっと曖昧まいもことしていて、まあ、だからこそ恐ろしいというか、まあ、なかなかつかみどころがないし、えー、人も魅了されてしまうところがあるんですけど、まあ、ちょっとそこをどう描くかというところで、えー、そのんは非常にお考えになって,たっていた、ね、監督、いかがですかその辺主人公像に関しては。 全く正体不明の不老者あの漂う人ドリフターっていう感じのなんか流れ物的なところがやっぱりある。この犯人にはあると思うんですよね。うん、でまあ、えー、とそういう意味で、えーとまあ、これは、えー、と見ていただかないと分かんないんですけど満島慎之介さんが演じるもう一つの。 ちょっと <laughs> いやしんのすけがやる「しん」っていうもう一つのダークサイドですけどそれとこの二人は対になっててもしかしたら、えー、どっちかがどっちかの影になってたりするとかそういうふうに僕は考えて二つのまあんじ一,一つの事件一つの物語の中に二つの事件というものが混在してますけどそれをやろうとしてますね。 まあそんな感じでで、まあ、本当に大変でしたこの映画は、はい、その芯なんですけども満島さんが演じられたシーンは実はいえー、愛知県豊川市出身でピアーフィルムフェスティバルでグランプリを取るぞって言っている、まあ、映画小僧これはあのまあ本当にそのシオンの分身といってでいいのではないかと思いますがあのいかかがでしたかあの僕があのそのさんのこうスタッフとしてというかそばに。 つきたいなと思ったきっかけがですね、まさにハザードという映画で小田切ジさんが主演で、えー、ニューヨークで前編撮ったまたこれも谷川さんというカメラマンと一緒にロケしてた作品だと思うんですけどその時の小田切ジさんが演じてた役名もシンなんですよ、うん、はい、そうですよねで僕はあのそのさんに最初会った時からもうそのシンっていう役に魅了されで自分のまあ故郷で 生きててた時ののななんんかか感情とすごい近い近ものがあってなんかそれを十何年前に話してたことをすごく思い出しながら今回は演じていたしまあその3んとも豊川にも何回も行ってたりとかするので,でやっぱりこの映画小僧としているというまた村田とのもう一つのストーリーっていうのがまさに青春群像劇になっているしなんか夢を追う。 若者たちの無謀さとその出会い、別れというなんだか、こう本当犯罪とかとはもう真逆のその未来に向かって突き進む若者たちとその得体の知れない大人っていうものの出会いがこう交錯することがなんだかすごく不思議な空気感の撮影だったし何が本当か何が嘘かもうどんどん分からなくなっていくんですよ。その,のセリフ マーシのこの言葉の使い方もそううだと思うんですけど怖いけど笑っちゃうんですよその村,田っていう村田を演じてるる椎名さん見てるとだからこうなんかすごく殺戮とかこういろんなすごくバイオレンスなところでもなんだか生活の流れと全く変わらない瞬間にあるというかだからすごくこうスプラッター的シーンも。 全然普通に見れちゃってた不思議さがあるんですよ撮影しててもそうなんですけどえとてもあの大変なことしてるよねっていうシーンもなんかすごく和気あいあいとやってたというか、まあ、すごく撮影もタイトだったんでなんかちょっと脳内に出てるなんか抽出されてる何かが変な感じになってはいましたけどそういう不思議なまさになんか映画って を作ってるけど,どの何の作品作ってるかどんどん分からなくなっていってるような感覚は正直言ってありました。大 <laughs> <ん>大変ですよ常に大変でですすよ常にとにかく手抜きがだめなんですよねの叩いた振りだめなんですよね。 <あ>ほ本当に叩かなきゃいけないんですね。じゃ、叩かれる方も本気っていうことですよね、ええ。もう叩かれる方が本気出さないと思い切り叩けませんからね。それであの村田に乗り込まれて家庭が崩壊していくんですけど、言葉だけではですね、えー、まだあのとどめを刺されないから刺されないから。私、最終的には人間こう暴力に弱いんですよね。痛みにそれで村田からビンタを張られるんですよ。 テストの時から本腰ですからね、<laughs> そのもうデンさん、顔3つぐらいになってましたね、1発、2発じゃないんですよ、10発以上、それを何回も何回も何回もやるんですよ、私、DV 見に行ったら、真っ赤に腫れてるんですよ、でも叩いてるシーンは全部カットなんです、えあのあの時きの体を張った芝居、どこに行ったんだって、いや、もうびっくりしました。ただ僕あの そのシオン監督の一つとても好きな言葉があったんですよ、はい、あのその前の作品で、うんえー、UK 狙いをやりたいと言っているのを、ね、UK なんかいらないんだよ、うん、そんな時間ないんだよ、さあ撮ろうぜって、うんで、UK でね、人が感動するんだったら、自然のアルバムを見ればいいんだよ。うんうんうん 人間を感動させるの、人を感動させるのは役者の芝居なんだよ。っていうのを。えー、監督がものすごく酔っ払ってて、叫んだのを僕は聞いたんです。<laughs> 酔っ払ってます、うん。で、その時に、あ、うん、この監督。素敵だなと。うん,うん、今度は呼ばれたら、何でも出たいなという感じ、感想を持ってます。なるほど。はい、本当にでも、その、その監督の世界というのは、役者さんのテンション。 うまさ、あのエネルギーこれ,でほんこれが沸騰する現場っていう気がしますけども新也さん、もあの主演としてあの今回そ、のその組に参加されてそのエネルギー現場のエネルギーってどんな印象だったでしょうかまあ監督はあんまりテストもお好きじゃないので。 うんまあすぐに撮ろうよというさっきの天然さんのお話じゃないですけどですからそこに対してどう準備していくかっていうことが、まあ、非常にその大変さでもありますが、まあ、7ページぐらいのセリフって結構ありましたんでそれをまあこう、えー、ずっと一人喋るようなシーンでも、まあ、最初に、まあ、割とテンポよく話して。 てるなっていう実感はあったんだけど、もうちょっと早くやってもらえませんかっていうお話をいただいて、え、え、そう、どどういう感じですかって言った、うん、ジョーペシみたいに話してくださいとか言われましたね。なるほど、グッドフェローズとかそういう感じですか、ね。えー、でまあでもね、なかなかそれは難しい長さがあるんで、まあだからそうやって準備する準備して、まあ、うん、<laughs> 当日、えー、まあそれを やるわけけなんですけど、まあ、本当にずっとだから一日中気が抜けないっていうかそれの繰り返しが一、えー、月半とかそういうふうな、まあ、濃い時間ですよねだけど監督のセリフで「映画イコール人生人生イコール映画だ」って、まあ、村田が話すんですけどまあ上辺ではねあのそんなことをこうなんか「あ,あ映画って人生なんだな」って思ってきたりもしましたけど。 これだけこう実態のある映画監督というか、えー、映画制作現場というかそういうものに非常にこう直面したっていう感じがあってとてもその楽しかったですね、はい、怖いものがないというかう、はい、何でもやられちゃうようなそ,そうですね、まあ、因果応報といいますか<笑><笑>ね。今度はあのー くしくも村田やられる側になるっていうのも面白いですよねなんかそういう連続性でなんか常連で出てらっしゃったり三島さんもあのスタッフでついてらっしゃったりあとファンとしてもずっとご覧になっているからそういうこともあると思うんですけどいかかがですか、えーまあ、あの7つか8つ出させてもらってるんですけどあの全部キャラが違うんですよね。はい だから今度は何をやらせてくれるのかなが楽しいんですけどね今回は本当に先ほども言いましたけどね死ぬ恐怖を味わったことがないからどうやってどこに真剣を持っていけばその気持ちが出るのかなととにかくもうこのタイトルじゃないけど叫ぶしかないん,心の叫びしかないんですそれをぐっとこらえてでまあちょっと変な言い方なんですけど。 男性の救急所に力を入れるとかね、えー、そういうので何か作っていく、うん、そういうのが現場で楽しみでしたねできたかどうかは分からないんだけどずっと叫んでましたよねでんでんさんずっと叫んでましたもんね<で>ずっと叫んでたし途中かつらつけるところあるんですよ真ん中にもう叫びすぎてカツラも落ちてただの励みでなっちゃって,て <laughs> 結構ね誰も止めないんですよ落ちてるのに。 あのもう、悲観の時の <laughs> とか、もう誰も気づかないぐらい、もう大先輩がこうそういう状態になってると、もう若いのも頑張んなきゃというふうにしかもう思えないというか、それとあれでしたね、テストが少ないとか、すぐ本番に行くとかね、<はい S 2> 今回、今回、いきなり、本番って言うんですよ、<そう S 2> だって、ねえ、カメラもンのいつも決まってないのに、本番って。<laughs> デンデンさん今時代が違うんだよもう本番だよって何っで <laughs> 監督のそばに行ってこう質問しようかなと思ったら酒の匂いがするんです <laughs> 昨日の酒が残ってる時は勢いがいいんだ監督飲んでる方が調子がいい飲んでる方が現場がスムーズ <laughs> でも <laughs> 本当珍しいなというか久しぶりだなと思ったのが男が主役なんですよ なんか男が主役というかまあ男女、いろいろ出てはいますけどで今回もあの女子高生の役の方とか結構、女の子たちも美しく撮ってますけどその3の代名詞というかそういうい女性が本当に美しく写ってはいるんですがその椎名さん含めでんでんさん含めなんかその大人の男性がこう真ん中に立って役者さんが立って作品をこう進めていくっていうのは本当 でん,でんさんの「冷たい熱帯魚」とか以来というかこうそれがすごく僕はワクワクしたんですよね今回なんかその女性の中のこうそのサイドにいる男性というわけじゃなくってなんか男たちが物語を進めていくっていうことにすごく僕はあの今回あ,あそのさんが男を取るっていうような感じになったことがすごく僕は本をもらった時に一番エキサイティングしたポイントだったかもしれないですね 満島さん本当、そのファン代表ですよね。なんかそこがあの全部の作品の今までの、まあ、自殺サークルからとかいうかもうその前からその3の、まあ、まさにじ俺はその死をんだぐらいの一番最初のピアに出した自主映画の叫んでる自分を描いてるところからの、はいはい、本当なんかすべての要素が詰まっていてだからまあそういうところなんでワ,ワンシーンワンシーンが。 なんかああの映画の時のを思い出すとか結構ね、はい、ありますよね色々あったんですよ本当このそのさのその三十数年の自主映画からのキャリアが全部こう思い出されるところありますよね、うん、だからそれがなんか世界にこう Netflix を通して配信されるっていうところで世界中の人たちがまさにまあそのさの映画を見たことない国の人たちも見ると思うしこうどういう反応があるんだろうっていうのがもう これからも待ち遠しくてしょうがないんですよね。確かにあの僕このその監督の作品ですごく一貫して思うことはこう陰惨なあのシーン映画であっても明るいってことなんですよね。あの陽性である。で今回やっぱりシーナさんがその なんだろう、それすごくそのさんのカラー自身をこう全身で体現してらっしゃる気がしたんですよねだからちょっとその,このそのワールドの真ん中に立った感じなんかご苦労された部分とかも含めてちょっとあのお聞きしたいなと思うんですけども <laughs> ご苦労ですか、はい、ご苦労だらけ <laughs> いやもうでんでんさんをあの何回もひっぱたく時もですねあのここのタイミングでひっぱたくなんて書いてないので。 まあアドリブなんですよねあ、そうなんですかはい、はい、でやっぱりその長回しでやるのであのー曲がいてちょっとこうパチンって殴った方がいいかなって思うとまあ手を出すっていうようなまあそういう感じですよねあの非常にあの先輩なので気を使いながら,やってますら <laughs> いやいやそんなことないね <laughs> そんなことな <laughs> <laughs> まあ僕の役途中からなんかそのうんまあ ある事件がそのモチーフだっていうふうに聞いてましたけどあまりそことの関連性を持たずに自分は入ってるんで途中からまあ何日かやっててあこれはその監督の僕は分身なのかなっていうふうにも感じましたし、まあ、それ新之助の悪もそうかもしれないんだけど。 まあだん、その <laughs> だからずっとそのさんを観察しながら毎日ねあ,あのいたような気がしますけどもね本物が近くにいるはいそうですね、うん。<laughs> あの武藤プロデューサーがあの椎名さんのキャスティングに関して、あのヌードの夜を初期の傑作です。あの、石井隆史監督見られた時のその狂気や色気っていうのが念頭にもちょっとあったというふうにおっしゃいましたけど、だからその今回の椎名さん、なんか僕本当見たことのない椎名さんがいっぱい引き出されてるような気がしました。うんなんかそのやっぱり俳優の新しい使い方といいますか？しごき方。 扱い方っていうのがやっぱりその監督のすごいあの大きな素晴らしい点だなと思うんですけどねあの監督、いかがですかそういうなんかここ今まで使っていないその筋肉みたいなものを使わせてやろうっていうような感じってあるんですかそれともすごく直感的にやられてるのかな、うん、いややはり、えー、っと他の映画では見たことのない、えー、そけど、えー、実際、あのー、隠されている。 あの才能みたいなものは出したい引き出したいなっていうのは、まあ、ずっとありますよね、うんたまあ、でんでんさんの「冷たい熱帯夜」の時もでんでんさんは僕はその凶悪な殺人鬼の、うん、ができるってあのー、会った時にすぐ思いましたから <laughs> それでいい人キャラだったのに <laughs> だからそういうあでもそれを僕引き出せるなっていうのそういうの僕は好きですね、うん、はい なんかね、あのさっき楽屋でちょっとあのワークショップ映画の話をちらちらしてたんですけどいやいやでもねその監督の映画って基本 どんなあの達者なプロの役者さんを使ってもワークショップ映画みたいなもんだなみたいな話をしていて一からあの役者の先代のポテンシャルを引き出していくというようなやり方だと思います。はいえー、というわけでなんか時間が <laughs> あの近づいてきたということなのであのちょっと最後にあの一言ずついただきたいなと思うんですけどもこれから、ね、あの本当にネットフリックスを通して「愛、えー、なき森を叫べあの」全世界に。 配信されますわけですけどもまあ映画ワークということで本当ポン・ジュのアルフォンス・キュアロン公園兄弟というところにそのシオンの名も並びました、はい、あのちょっとそのこれから配信公開というところに向けてえ一言ずつい,いただきたいなと思いますじゃどうしましょうかあのじゃあ電鉄さんから頂い,いてよろしいですか、はいえー、なんかこの映画がベネチア映画祭に出品されるようなことかもしれないませんよ <あ>まだわからない。はい、失礼失礼なこと言いました。今日は本当にありがとうございました。はい、<laughs> でも前にベネチア行かれてますもんね。あのネタをデンデンさん、はい。それで行ければもう一回行きたいなと思って。<laughs> 厚かましいことがちょっと考えてた。はいはい、まあ。三島さん、お願いします。まあ裏で多分デンデンさんはまたシーナさんにビンタされると思いますけど、<laughs> まあそれはもう許してやってください。デンデンさん、本当に言っていいことと悪いことありますから。まだちょっと <laughs> あのそういうふうにあの。 後輩もあの先輩たちを助けながらこう背中を見守りながら背中を押してもらいながらやってた現場でしたけどでもあのまあその3の作品がそしてまあ今日のいろいろまた違う作品もそうですけどやっぱ日本の作品がメイドインジャパンがこう世界にっていうところがなんかすごく僕たちこ,うこれから生きていく若者にとってはとても希望になる。 なんかこういう作品祭だなっていうふうに思ってますしなんかまあ令和になって新しい時代が来たとともに配信がまた世界にこう広がってて日本からの作品がまあ世界の人に見られてしかもそこの中心にやっぱりその3んがいるっていうことの喜びとなんかそこに関われたっていうことにまあ責任とこれから先じゃあどういうふうに歩んでいこうかっていうのもすごく考えるきっかけにもなってますしまあこの作品でなんか いろんな映画祭にも行けたらいいなと思いながらそしてまた椎名さんとも一緒にやれたことも嬉しいですしもうなんかそういうふうにいろんな先輩方で出会えていろんな人たちといろんな再会とまた新しい出会いというものがすごくさせていただいて嬉しいなと思いますのでなんかこう若い人たちにもそうですけどなんかいろんな人たちにこれを見ていただきたいなという,ふうに思います。 えっとこれはネットフリックスさんであの多分いろんな国の言葉に変換されると思うんですねあの字幕ですけども大体いい普通は英語だけだと思うんですけどもあのえいろんな各国のものすごい数の言語にあの変換されると思うんですね。そうするとあの ものすごく笑ってもらえると思うし、ものすごく、えー、怖がってもらえると思う。そういう映画、あ、えー、つまりあのー、どこの国の人が見てもわからないことは何もない映画になっていると思うんですね。だから本当の意味で日本映画っていうものがあそういうまあネットフリックスのシステムによって で、えー、ダイレクトに世界中に発信される作品になるんじゃないかなという期待がありますね、えー、ぜひ、えー、そういうところで、えー、何か宣伝をお,お手伝いしていただければと思いますのでよろしくお願いします元プロデューサー先にお一言よろしいですか、えー、その主要にしか作れない最高に面白い作品映画になっていると思います、えー、ぜひ えー、世界中の方にご覧いただければと思ってますよろしくお願いします監督お願いしますえっと今年の2月僕私は心筋梗塞で倒れて、えー、緊急搬送されてえー、っと、えー、蘇ってきたんですけど一回死んで蘇ったんですけど全ての原因はこのネットリックスのこの映画に <laughs> これのストレスのせいで倒れたと言って過言ではないとものすごい編集の量でものすごい 大変な、本当に長い時間かけて作りましたんで、えー、その、えー、ネットフリックスにちょっと慰謝料を払っていただきたいなと思ってますけど。はい